はい、そかじくの久保でございます。海老名市がね、本当にあの政策をしてくれたらね、どんなにいいことかってことなんですよ。まず私が考えてるのは、土地の値段が急騰しますよね。海老名っていうところに住みたいなっていう人がね、いろんな土地に、いろんな商業施設作ったり、レジデンスを作ったり、一戸建てを作ったり、とにかく海老名っていうところに住めばものすごいいいことになるぞってことで、バカバカ人が集まってきます。その中で私がね、推奨する商売があります。それはですね、住所貸しでございます。これはね、どんなね、ワンルームのちっちゃいところでもいいんで、そこをね、借ります。月に7万くらいでいいでしょう。で、その月で7万で借りたその住所ね、特定の住所を貸しますというふうな商売です。要するにね、この住所を、本籍地として使っていいですよっていうサービスなんですよね。そういう風にしたらどうかなと思いますよね。そこに本籍地を置いて、住民登録、住民票を移して海老名市民になると、実態は北海道にいようが、それから沖縄にいようが、どこにいようが、現住所は海老名ですから海老名にね、住んでいる方ということで、お給料が上がるんじゃないかなと思いますけどね。公務員の方でしたらね、これ法的にどうかなっていうところがありますんで、細かく見ていかなくてはなりませんけども、そういうことを思いついちゃったりしますよね。あと私はね、ちょっとフラチかもしれませんけども、お金が余るとギャンブルが大体流行るんですよ。ギャンブルがね、だから海老名市で不動産屋をオープンするか、そしてね、土地の紹介業をやるか、もしくはパチンコとかね、スロットとかね、私はあまり好きではないですけども、そういうことをやるとかなりね、潤うんではないかなと思います。健全に行くんだったらゲームセンターでもいいですよね。ああいうところでも、ちょっとした景品をね、出したりとかね、ちょっと高価なUFO キャッチャーですか、ああいうものを設置したりとかしていけるんではないかなと思います。とにかくね、これから海老名っていうところに、埼玉以上に注目が集まるような気がしますよね。まさにね、海老名っていうのはサービスエリアぐらいしか、ちょっとね、失礼ながら思い当たることがなかったんですよ。あとエホバの証人のね、王国会館っていうか、ベテル教会ね、印刷物を作ってるところなんですけど、もうエホバの証人の日本本拠地なんですけども、いや、これからですね、立花隆ってものが日本全国にゆかりを作って、立花隆に連なる、大悟さんですとか堀江貴文さんとかね、その他有名な方が結構ね、絡んでくるんじゃないかなと思います。そこに私も参加できればなと思いますけどもね。いや、楽しみですね。やっぱね、40過ぎて50万円になって、こんなに日本が楽しくなるなんて思わなかったですね。いや、立花隆すごいな。いや、面白いですよ。これはね、コメディアンとか芸人になってもいいような感じですね。すごい。それでは失礼します。またりっちゃんの動画見てください。そうだ。それからね、これからいろいろとね、私もね、選挙とか政治に対する専門用語をちょっとこうね、シリーズで出していこうかと思います。それから今、海老名にまさに住んでいる、お住まいになっている阿部りっちゃんともちょっと関わっていこうかなと思いますね。今まで以上に。いやいや、これ楽しみですね。それでは失礼します。